清原は本当に無冠の帝王なのか？どうしてもそう思えないので検証してみる。まずは通算成績打率2割7分2厘525本塁打歴代5位1530打点歴代6位立派なもんである。ホームラン王と打点王は1回はしとるやろ。それではプロ入りからシーズンごとの成績を見ていく。1986年首位打者落合博満3割6分清原和博3割4厘。本塁打王落合博満50本清原和博31本。打点王落合博満116点清原和博78点。大正義オッチ。1987年首位打者新井博正3割6分6厘清原和博2割5分9厘。本塁打王秋山浩二43本清原和博29本。打点王ブーマーウェルズ119点清原和博83点。やっぱ2年目は苦しんだんだな。1988年首位打者高沢秀明3割2分7厘清原和博2割8分6厘。本塁打王角田博満44本清原和博31本。打点王角田博満125点清原和博77点。1989年この年から年号が平成となる首位打者ブーマーウェルズ3割2分2厘清原和博2割8分3厘。本塁打王ラルフ・ブライアント49本清原和博35本。打点王ブーマーウェルズ124点清原和博92点。あのホームランがバンバン出てた時代に1回も40本打ったことないんだから、そりゃ無冠よ。落合とか角田とかブライアントとかブーマーとかかわいそすぎる。自分にも秋山とかデストラーデとかいたからな。1990年首位打者西村のりふみ3割3分8厘清原和博3割7厘。本塁打王オレステスデストラーデ42本清原和博37本。打点王オレステスデストラーデ106点西峰和彦106点清原和博94点。1991年首位打者平井光親3割1分4厘清原和博2割7分。本塁打王デストラーデ39本清原和博23本。打点王デストラーデ92点トレーバー92点清原和博79点。92打点という比較的低レベルな打点王で80打点すらいかないというもってなさ。1992年首位打者佐々木誠3割2分2厘清原和博2割8分9厘。本塁打王デストラーデ41本清原和博36本。打点王ブーマー97点清原和博96点。惜しい。キヨアイドントライクブーマーさん。1993年首位打者辻初彦3割1分9厘清原和博2割6分8厘。本塁打王ラルフ・ブライアント42本清原和博25本。打点王ラルフ・ブライアント107点清原和博75点。清の何が悪いって運が悪いわ。1994年首位打者一郎3割8分5厘清原和博2割7分9厘。本塁打王ラルフ・ブライアント35本清原和博26本。打点王石井博111点清原和博93点。大正義登場。首位打者はもう狙えないねがっかり。ブーマー、ブライアント、デストラーデの80、90年代史上最強外国人トリオ。1995年首位打者一郎3割4分2厘清原和博2割4分5厘。本塁打王小久保博樹28本清原和博25本。打点王一郎80点初芝清80点田中幸雄80点清原和博64点。若い人にもわかる名前が増えてきた。この年一郎も25本打った気が。95年とかいう違反玉。1996年首位打者一郎3割5分6厘清原和博2割5分7厘。本塁打王ティーニール32本清原和博31本。打点王ティーニール111点清原和博84点。またまた惜しい。一郎って清原並みにホームラン打ってたんやな、呆然。本塁打系はやっぱり化け物外人に阻まれすぎたな、打率はもう。この巡り合わせの悪さが清原なんだろうね。1997年首位打者鈴木孝則3割3分5厘清原和博2割4分9厘。本塁打王ホージー38本清原和博32本。打点王ロペス112点清原和博95点。この年からセリーグの巨人へ。1998年首位打者鈴木孝則3割3分7厘清原和博2割6分8厘。本塁打王松井秀喜34本清原和博23本。打点王松井秀喜100点清原和博80点。同僚が大正義すぎてタイトルが遠い。しれっと3割打てなくなってるな。1999年首位打者ロバートローズ3割6分9厘清原和博2割3分6厘規定打席に立つ。本塁打王ロベルトペタジーニ44本清原和博13本。打点王ロバートローズ153点清原和博46点。リハビリストの片鱗が見え始める。お、もう。白ローズの圧倒的畜生成績。2000年首位打者金城達彦3割4分6厘清原和博2割9分6厘規定打席に立つ。本塁打王松井秀喜42本清原和博16本。打点王松井秀喜108点清原和博54点。
横浜とかいう4年連続の首位打者、これは大正義ですわ。清原は相手が悪すぎたんやろな。しかもその相手か同僚ってのも皮肉やな。2001年首位打者松井秀喜3割3分3厘、清原和博2割9分8厘。本塁打王ロベルト・ペタジーニ39本、清原和博29本。打点王ロベルト・ペタジーニ127点、清原和博121点。清原和博復活、清原和博復活。西武では外国人に、巨人では松井に阻まれたのか。松井ペタとかいう化け物。見事にペタ松ペタ松やな。121打点で取れないのか。2002年首位打者福留孝介3割4分3厘、清原和博3割1分8厘、規定打席未達。本塁打王松井秀喜50本、清原和博12本。打点王松井秀喜107点、清原和博33点。2003年首位打者今岡誠3割4分、清原和博2割9分、規定打席未達。本塁打王アレックス・ラミレス40本、タイロン・ウッズ40本、清原和博26本。打点王アレックス・ラミレス124点、清原和博68点。規定未達ながら、試合に出ればちゃんとそこそこ打ってたのがわかる。2004年首位打者島重信戦3割3分7厘、清原和博2割2分8厘、規定打席未達。本塁打王太平洋図45本、タイロン・ウッズ45本、清原和博12本。打点王金本智明113点、清原和博27点。ダメみたいですね、冷静。歴代記録があるから震え声。2005年首位打者青木宣親3割4分4厘、清原和博2割1分2厘、規定打席未達。本塁打王新井貴弘43本、清原和博22本。打点王今岡誠147点、清原和博52点。今岡誠とかいう適正打順のない天才。2006年首位打者松中信彦3割2分4厘、清原和博2割2分2厘、規定打席未達。本塁打王小笠原道弘32本、清原和博11本。打点王小笠原道弘100点、アレックスカブレラ100点、清原和博36点。この年からパリーグのオリックスバファローズへ。劣化してからも毎年20本近く打ってるのはさすがやな。割と500本以上打てたのはこれが大きかった。これは北の侍。2007年1軍試合出場なし。2008年首位打者リック3割2分2厘、清原和博1割8分2厘、規定打席未達。本塁打王中村武也46本、清原和博0本。打点王太平洋図118点、清原和博3点。この年を最後に現役を引退。結論、清原は本当に無冠の帝王だった。ちなみに、88年に最多勝利打点、90年と92年に最高出塁率のタイトルは獲得している。しかし、三冠王に関する三大タイトルでは無冠であるという理由で無冠の帝王と一般に呼ばれている。生まれるのが10年遅かったら、どうなってたんやろうな。MLB の松井みたいなタイプやろか、チームの優勝に貢献していく感じ。無冠って言っても新人王取ってるからな。はっきり言って1年目が清原のピークだったからな。高卒1年目で3割30本打つ、前代未聞の化け物だから、プロになれたら3割5分、50本くらいはコンスタントに打つだろうと思われていたあの頃。